つらのお仕事をしてて嬉しかったことって何かありますか？そうですね、やはりそこは普通のお客様と同じく、まあ、髪型を気に入っていただいて変えられていただくことがやはり嬉しく感じます。ありがとうございます。